こんにちは、筋肉料理人です。今日はちゃんぽんを作ります。長崎ちゃんぽんですね。僕は佐賀に住んでるんですけれども、学生の頃とかですね、母が、自宅で、長崎ちゃんぽん的なものを作ってくれてました。で、その頃はですね、まだリンガーハットもなくて、家庭にあるあり合わせの材料とか、普通に家庭にある調味料を使って作っていました。で、今日はですね、その頃を思い出しまして、家庭にある調味料を使って、長崎ちゃんぽんを美味しく作るのを紹介したいと思います。それでは早速作っていきます。今日はですね、野菜たっぷりに作ります。リンガーハットの野菜たっぷりちゃんぽんみたいに、野菜の量をですね、500g ぐらい使いたいと思います。キャベツです。キャベツは、ザクザクと一口大に切るんですけれども、芯の部分ですね。芯の部分は熱が通りにくいので薄く切ります。で、葉っぱはザクザクと切ります。玉ねぎを切ります。玉ねぎも薄く切ります。人参を切ります。人参も、細く切ります。最初に、こんな感じで薄く切ります。薄く切ったら、これを端から細く切ります。こうやって細く切ることで、キャベツと混ぜても、同じようなタイミングで熱が通ります。長ネギです。長ネギは熱が通りやすいので、斜めに、やや厚めに切ります。で、長ネギの葉っぱですね。葉っぱもこれ彩りに入れます。硬いけど、細く切ったら食べられます。キクラゲは乾燥キクラゲをお湯、ぬるま湯で戻してます。細く切ります。で、これで野菜の切り込みが終わりました。キャベツと一緒に炒めるので、玉ねぎとか人参を、薄く細く切って、同じタイミングで熱が入るようにしています。こういうのを炒め野菜といって、まとめて作っておいてですね、ポリ袋に入れて野菜庫に入れておくと2、3日持ちますので、作っておくと便利です。かまぼことちくわも入れます。練り物を入れると、やっぱり美味しくなります。で、これ例えばかまぼこだけだったり、ちくわだけだったりでもいいし、さつま揚げとかだけでも大丈夫です。味付けには醤油と、みりん、鶏ガラスープの素、日本酒、おろしにんにくにおろし生姜、そして胡椒を使います。で、これで味付けをして、うまみになるのが和風だしです。和風だしのうまみ、そして、豚肉のうまみで、練り物ですね。練り物のうまみ、シーフードミックスです。これで海鮮のうまみ、そして大量の野菜を入れることによる、野菜のうまみ、甘み、これで、美味しいちゃんぽんを作ります。それともう一つ、家庭でちゃんぽんを作るときに、コクを入れるコツですね。こちら牛乳です。牛乳を入れると、ちゃんぽんにコクが出ます。作っていきます。フライパンにサラダ油を入れて中火にかけます。熱くなったら豚こま肉を炒めます。豚こま肉の色が変わってきたら炒め野菜を入れます。思いっきり大量です。炒めます。野菜が大量なので、こぼさないようにちょっと注意しながらですね、炒めていきます。いや、本当はですね、炒め用のフライパンを使うと作りやすいです。で、野菜のかさが少し減ってきたら、だしを加えます。今、火を強くしました。
で、だしを入れてもう味付けします。醤油です。みりん、酒、鶏ガラスープの素、ニンニクと生姜です。入れて混ぜます。で、だしを入れるとまたすぐに野菜が、ちょっとかさが減ってくるので、ここでシーフードミックスいきます。シーフードミックスは最初から入れると、小さくなってしまうので後から入れて大丈夫です。で、練り物、ちくわとかまぼこも入れておきます。練り物も煮込むことで旨味が出ます。胡椒を軽く振ります。で、牛乳を入れます。牛乳を入れたら、野菜をちょっと片方に避けて、ここにちゃんぽん麺を入れます。そしてちゃんぽん麺を、ほぐしながら煮込みます。ちゃんぽん麺はですね、ちょっと煮込んだ方が美味しいです。なので、まだ野菜ちょっと硬い状態ですけど、この時に入れておきます。そして、まだもやし入れてません。もやしをこの上に乗せておきます。この野菜を少し煮込んで、柔らかくすることで、より美味しくなると思います。そしてちゃんぽん麺は、スープを吸ってちょっとグーッと膨れたような状態、そういう状態にした方が美味しいと思います。こうやって煮込むと、味付けした時に、その塩分で、野菜の水分も出ます。で、野菜の水分が出ると、野菜のその旨味ですね、旨味がスープに溶け込んで、スープが美味しくなります。で、ちゃんぽんが膨らんできたら味見をします。で、おそらく塩が足らないと思うので、塩を少し振ります。で、胡椒ですね。胡椒はお好みのもので大丈夫です。で、混ぜて、もう一回味見します。あ、いい感じですね。いい感じと言いながら、もうちょっと塩を振る。これでいいでしょう。では、盛り付けです。まずは麺を、そして大量野菜をトッピングします。超大量です。そしてスープをかけます。コーンをトッピングします。野菜たっぷり長崎ちゃんぽんの完成です。試食してみます。まず野菜から。このちゃんぽんスープで煮込まれたちょっと柔らかめの野菜が美味しいです。普通は炒め物とかだとシャキシャキが美味しいんですけど、これだけの量になるとちょっと柔らかく煮込んだ方が美味しいですね。美味しいです。そしてこのちゃんぽん麺ですね、この太めの中華麺、美味しいですね。このふわっとした食感、これがやっぱちゃんぽんの麺の美味しさですね。野菜のうまみと
いろんな食材の旨味がたっぷり入って美味しいちゃんぽんができました。ぜひお試しください。